こんにちは YouTube 皆さん、高橋談です。速報ニュース、3月19日、ちょうど今、午後過ぎたところ、日銀が17年ぶりに利上げを決定しました。しかも、利上げだけではなく、今回は YCC、それと ETF の購入も終了した、もう本当に歴史的な日です。日本にとって、世界にとって、これがどういう影響になるのか、それと、 ドル円の動き、今直近で見てますけど、ドル円は円安に動いてます。まだまだ今週は終わってない。これからアメリカとイギリスの決定会合も間もなくある。 今の相場を展望していきたいと思います。僕はウォール街でヘッジファンド26歳で創設62カ国も旅したのでプロフィール見てください。ちなみに明日僕は久しぶりにポストプライムでライブ配信をします。こちらの概要論の方でオフィシャルチャンネルというものです。公式チャンネル5つあります。この5つとも値上げする前に無料体験すればこの100円程度の価格がずっと上がらないのでぜひ概要論の方で値上げする前に無料体験をして明日のライブ配信を見てください。 くださいそれと今月末にラストチャンスで90%セールでたった100円でポストプライムメンバーシップ登録できますセールはこれからも延長なしで今月に終わりますはいもうすぐ終わるので終わる前に無料体験するとこちらも100円の価格が続きますメンバーシップになると レベルによって7月イベントも無料で参加。すべてチャンネル追加28%まで割引。それと投資の良いチャンスを教えてくれる特別 AI 機能いろいろある。メンバーシップ、シルバー、ゴールド、プラチナ、全部新しい機能を追加したし、この使い方を説明してどうやって資産を上げるのか、僕のチャンネルの3分55秒から無料で説明してます。ぜひ見てください。ウェブサイトを無料体験して、ぜひこの メンバーシップっていうものもたった100円1650円にまた上がる前にガーランの方でラストチャンス無料体験してください最後にもちろん僕のチャンネルもあります YouTube で話してない一番好きな情報とチャートはこちらだけなので僕のチャンネルもガーランの方で見てください OK 今日は日銀の決定会合でしたで17年ぶりに先ほどそこニュースで 利上げとということをしましまた具体的に何が起きたのか、それとこれがどういうふうに世界に影響があるのかを今日お話していきたいです。まず日銀というのは日本の中央銀行です。中央銀行は政府財務省と一応独立されている組織で国の金利とマネーサプライ をコントロールする組織です。アメリカでも日本でも各国でもあります。で、日本は今までマイナス金利というものを短期金利で設定してました。中央銀行は短期金利と長期金利があります。短期金利を設定すると、この金利では他の銀行が日銀から借りる 金利と連動してます長期金利っていうのはマーケットで流動している動いている金利のことですね5年10年30年大体いい普通中央銀行は短期金利だけをコントロールするだけど日銀はすごくイレギュラーで2016年以降短期金利と長期金利両方ともコントロールしてたんです 理由は日本がずっと長い間デフレつまり物価が上がらないからです中央銀行は特に物価が上がらないときには金利を下げてできるだけ緩和するで逆に物価が上がり始めると金利を上げ始めるんです物価だけを止めるためにで今起きていること は特にコロナの影響で物が足りなくなって物価が高くなって価格転換をする企業は物や商品のサービスを上げ続けて特に日本のこのインフレ率っていうのも一時的に2013年は4%を突破しました特にコアコアっていうのはエネルギーと生鮮食品を除いたものは今でも直近はまだ3.5%ですなのでこれが高いところ日銀はやっと 利上げをすることができた。で、この短期金利をまず利上げします。短期金利というのはマイナスに設定したら日本だけです。通常はマイナスはありえないです。マイナスだと、なんと日銀からお金を借りるときに利子を払ってくれる。お金を借りるために利子を払う。もうありえないような話。それを今回削除してマイナス0.1%から 0からプラス1%、プラス0.1%に政策金利を引き上げました。はい。これが一番大きい。マイナス0.1から0からプラス0.1のレンジに引き上げたことがまず1点目です。もう1点目がこの長期金利っていうところが今までは Yield Curve Control。この YCC っていうものでコントロールされていた。 つまり長期金利はレンジでコントロールしてたんです。確かに相場で動いているんだけど日銀が買ったり売ったりしてコントロールしたらその操作もやめたんです。これも2016年以来ずっとやっていたことです。さらに上場投資信託 ETF などリスク資産の買い入れも終了し始めた。これは、 今まで日銀が買ってた ETF、買うのもう全部やめた、すごい大きな政策変更です。これ、どういうふうにマーケットが影響あるのか、面白いところ、今月の会合でマイナス金利が解除されることは、直近の世論調査によると90%のブルームバーグで世論調査されたイコノミストは、もうすでに予測していた。 なぜかっていうと15日先週発表されたここの平均賃上げは連合によると春闘で5.28%と37年ぶりの高水準だったなのでこのデータを日銀は待っていたなのでほとんどのエコノミストは実は今日のイベントはもうすでに折り込みされていたんですだからこそ折り込みしていたので今直近の ドル円とか日経平均とか見ると、それほど大きな動きはない。ドル円は149.25から149.7センテ程度で動いています。小さな動きです。で理由としては折り込みされているからです。で、ここが今後どういうふうな影響が出てくるのか。一番大切なのは、 今回はもう折り込みされた、どれだけ歴史的といっても折り込みされていたんです。なので、これから重要なのは、ここから先、金利の行き先はどうなるのか、これから利上げをどんどんと続けていくのか、ここが焦点です。 で、ここが今日の記者会見で、おそらく上田総裁はあまり触れないと思います。とてもセンシテ,ティブです。マーケットはいつも折り込みされたことにはあまり動かないんです。折り込みされてない。サプライズに対して動くんです。まあ、ここに対してコメントがもし今日来るとしたら大きなサプライズだと思います。今まで上田総裁、 1> は1月の記者会見でマイナス金利解除後の利上げを考慮しているかと質問に対して回答は当然そういうこともなるかと思うと述べていましたしかし他に追加で言ったのは極めて緩和的な金融環境を当然続くという見解も示していますまあちょっと矛盾ですねもちろん利上げは今後していくだけど今当面は 緩和的ということは、おそらく利上げをものすごくゆっくり、これからの数年間でやるように見えると思います。さてと、面白いのは、日銀の当座預金残高を見ると、マイナスになっているのは、ほんのちょっとだけ、全体の5%にしかとどまらないです。で、これ、全体の5%にとどまらないんですけど、なぜ最も 重要なのかというと信用力が高い中日銀が金融機関の取引に適用する金利はこれ基準なんですねだからこそものすごく大切まあなのでマイナス金利が解除されて金融の世界に対してはものすごい大きな影響は実はないと思いますほぼ残高はマイナス金利で動いている商品はほとんどないです なので、ここはあくまで基準が変わった。基準が変わったっていうことは、まあ、折り込みされていた僕は今回ドル円はほとんど動かないと思います。で、ドル円もほとんどこのマイナス金に解除は折り込み済みだったので、実は円売り警戒。 円売りの方が円買いよりもっと大きいと思います。通常だと中央銀行が利上げするとその通貨は上がるんですね。利上げするとその通貨は一緒に上がる。だけど今回はもう折り込みされてます。で、ドル円の今回の動き方を一番コントロールしているのはアメリカドルとアメリカの中央銀行の決定会合。そっちの方が大切です。世界の大きな為替のマーケットの流通、マーケットシェアを見ると、この 皆さん、右の画像を見てください。アメリカドルが明らかに一番でかいです。ね。なので、ここがアメリカドル、指数の動きがドル円を動かします。日本じゃないよ。日本の金融政策じゃない。日本の経済マクロじゃない。アメリカです。で、ここが焦点。で、アメリカの中央銀行も、なんと、はい。木曜日の朝3時。 に決定会合がありますで、アメリカの方ででもこれれから利下げが予測されているで今回の決定会合ではおそらく利下げはないです。今、ウォール街の利上げ、利下げを予測しているデリバティブの相場、フェッドウッチ指数を見ると、50-50の可能性で一番早くて6月12日に利下げがあります。 だけど、この利下げが実行し始めるとドル指数は下がります。で、その時にドル円は下がると思います。僕はまだこの1年間の間でドル円は138に行くと思う。で、これは日銀の政策とあまり関係ないと思います。中央銀行の中でアメリカが利下げをどんどんとやると思うからです。特に6月は50-50ですけれど、 年末までになると今は3回程度の利下げがすでに織り込みされています。で、これは今年が大統領選挙であることでバイデン政権が経済を支えるために利下げをものすごく中央銀行にプレッシャーをかけると思います。さらに今は特に米国株価は各センティメント指数で見ると 結構割高だと思います。特に一部の株価に対してのコンセントレーション、集中力が歴史的に一番高いです。この右を見ると、特にここは一番大きな株が全世界株のどれだけの割合かを示しているチャートなんですけど、今はたった た数少ない銘柄にものすごい集中がされていて、ここの銘柄がちょっとでも下がると、特に米国株は下がりやすい、センシティ,ティブな状況。まあこれ、暴落が起きるとは言ってない。ただすごい過大評価です。なので、ちょっとでも何かが出来事が起こって、ネベリアの決算とか、マイクロソフトのオープン a i の出資とか、どうの子、何か何かすごくちょっとでも起きたら、すぐ相場は下がり、その時にはアメリカ中央銀行は必ず米国株が10%以上下がると、 利下げはします。そこはもう必ずです、そういうふうな国でそういうふうに動いてます。なので、僕は、米国株の株高。プラス、大統領選挙であること。プラス、アメリカの物価指数もこの頃下がってきたので、合計で言うと、利下げは今年あると思う。で、ドル円はまだ138円に行くと思います。面白いところ、投票率を今、ポストプライムで見ると、 市場の心理が見えますピンク色が割安の銘柄でオレンジ色が割高です。おもし、ま、いところ、ナスダックとダウジョーンズの投票率が今すごく低いです。なので直近の今見ると別に過大評価ではないです。長めで見ると過大評価なので僕はここの6ヶ月間、1年間のどこかで10%ぐらいの下落は起きると思う。30%の暴落じゃないと思う。ただし、 今月でそういうことは今のところ見えないです。投票率が低いからです。で、この投票率っていうものを特にナズダックで見ると、僕は今日下がるっていう投票をしました。で、この7日間では上がるっていう投票がたったの38%で結構低いです。ドル円に行くと、今150円程度にまた上ってますけど、ドル円は僕は今日上がるっていう投票をしました。7 3 30人が上がる投票です。ここは、 上がるというボタンを押している割合がこの7日間では67%であります。まあちょっと高いです。だけどこの1年間で見ると67っていうのがすごい高いわけではなく70代、80代までいけると思うのでもう少し上がってもおかしくはないと思います。投資はどの銘柄でも株でも FX でもコモリティでも暗号資産でも何もかんでも一番のルールは低い時に買って 高い時に売ることです。僕は今、ドル円に対して何もしていません。なぜかというと、投票率が今高いです。僕はドル円は直近ここの数日間で上がると思う。で、長期的にはまた138円に行くと思う。だけど、短期投資では今、状況が読めないです。投票率が高いので、どこまで上がるのかわからないので、僕は何もしていません。だけど、長期投資の方では今、 円は安いと思うので、どんどんとドルに移してます。なぜかというと、ドル円はこの1年間では138に行くと思うので、ドル高、すみません、ドル安、円高っていうのが起きると思ってます。皆さん、この投票率、低い時に買った場合、高い時に売った場合は、ほとんどのチャートで当たってます。で、毎日わざわざ、すべてチャート見てストレスするより、このベルマークを押して、 低いとき、高いときに通知があなたの携帯アプリに届くように設定がポストプライムでできます。これこそが鍵です。デイトレーダーは冷やしチャートとか、ね、長期トレーダーは月足チャートとか使えます。で、ここを使って、特に僕は今ドル円を見ているところだと、ドル円がまたここ、月足チャートで60%以上になったときには、 僕はドル円を売りに行きます。つまり、その時に円を買ってドルを売りに行きます。なので、この黄色いのが高くなるときには通知が自動的に僕の携帯画面に来るように設定されています。こういうツールを使ってどうやって資産を増やすのか。僕の ポストプライムチャンネルの一番上の固定投稿の3分55秒から無料で説明してます。ぜひこのビデオをおさらいとしてみてください。こういう機能は無料でもポストプライムで使えるし、一部有料で使えるメンバーシップで使えます。冒頭で言ったようにメンバーシップは、あとちょっとで最後のチャンス、通常1650円のシルバーメンバーシップが今100円だけで登録できます。なので、 今回は延長なし。最後のチャンスなので、ぜひガーランの方で、このメンバーシップの機能を使って、あなたの資産を増やしてみてください。ガーランの方にリンクあります。僕は今日の動き方を見て、自分のポートフォリオに対しては、正直言うと、それほど大きな変化はないと思います。まあ、あの、僕的のポートフォリオとして、今日の動きは、やはり、 この赤い部分の現金に影響が出ると思います。現金の方を僕はどんどんとドルから円に今あの変更をしています。今までほとんどドルを持っていました。で、理由としてはここの数年間アメリカ中銀がどんどんと利上げをしてたからです。だけどこれからはアメリカ中銀が利下げをすると思うのでドル安になると思うので僕は円にどんどんと 変更してます。今、現金は僕のポートフォリオで5%程度。だけど、やはり現金をドルで持つのか、円で持つのかは非常に大切な決断だと思っています。あと、今日の動き方を見て、僕はここ長期的に日本株にとってはすごくポジティブだと思います。えー、まあ、あの、やっぱりあの、物価指数が上がり始めたこと、利上げができること、こういう YCC とか ETF 購入は本当はすごくイレギュラーな対策なんですね。短期的にやるだけのためがずっと2016年から続いてこれがやっと終わるのはとてもイメージ感が良いです。なのに日本株はこれから上がり5万円まで僕も行くと思っています。日経平均は。だからといって、まあ今、 すごい安いっていうわけじゃないです。えっ、ー、と、まあ、ここ日本株を見ると今、PER が16倍。米国株を見ると23倍。すごい安いわけじゃないので、左側の株っていう部分は、僕はやはり先進国より新興国を狙ってます。中国が9倍とか、南アフリカが10倍とか、ブラジルが8倍とか。こっちの方が僕はまだ、自分の長期ポートフォリオの方では、もっと割安で面白いかなと思います。 国債の部分、この赤の部分は、僕はまだアメリカの国債が上がると思ってます。で、これも単純に、大体利上げが終わって、利下げに中央銀行がアメリカでなると、今までは国債はいつも100%上がってきました。金利と一緒に動きます、国債は。なので単純にこれは上がると思いますし、特にアメリカの国債の利回りが青色。で、今まだ4%ですよね。 これはアメリカの株価の配当利回りのオレンジ色の2%より2倍以上です。なので特に利回りが高い時には国債をもっとポートフォリオで重視するべきだと思っています。で、最後にここの右側のコモリティと暗号資産。今、これがポートフォリオですごく大きいですね。6割、7割ぐらいになってます。この黄色い部分。 理由は簡単です。僕は別に自分のルールを変更しているわけではなく、直近のこの2ヶ月間で暗号資産が僕の資産でものすごい爆大的に上がっています。ビットコインに僕は特に2017年からずっと投資をしてきました。で、これが特にその直近の2ヶ月間でものすごい上がっていて、だからこそ資産の全体として僕が何にも買っても売っていなくても、 自動的に自然に暗号資産が部分がすごく膨らんでいます。まあ、ビットコインのハービングを来月に僕は待っているので、今は僕の戦略通りに何もしていない。何も売ってません。で、ここを見て株が今たったの20%。低いと思うかもしれませんけど、皆さんここ特に中国、日本、イギリス、アメリカ、中央年齢は約10年後、50歳ですよ。 高齢化している社会です。中央年齢が上がると、大体、株の動きはそんな強くないんですね。歴史を見ると。で、逆に国債とか、ゴールドとか、コモルティの動きの方がずっと強いんです。理由としては、高齢化する社会だと、生産性が低くなり、経済は弱いので、中央銀行はどん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 利下げとか、金融緩和しなくちゃいけないんです。そういうことをすると、大体歴史的には、金属。 それとかコモリティ、それとかこういう安全な国債は上がります。なのでそっちの方をまだ僕は自分のポートフォリオで優先をしています。まあほとんどの日本人とほとんどの人たちは国債とか暗号資産とかコモリティとか一切取引していません。 だけど僕は昔から取引をしていますしここはおすすめですで特に全部取引できる場所はあんまり日本でないんですけど僕自身はここの i d 証券などを使ってます。ここで国債とかコモルティとか暗号資産とか全部取引できて、特にガーランの特別リンクを使うと新規口座開設すると3000コインもらえます。すでに口座を持っていても新しい口座開設を新しい身分証明書、新しいメールアドレスで作ることもできるので、簡単で数分間で終わるので、ぜひガーランの方で見てください。あと、まあ一応、 IG 賞金以外に僕は他の証券会社も使っているので興味あれば見てください GMO クリックとか外為 GMO はコモルティでも使ってますし暗号資産ビットコインイサリアムはマネパートナーズも使ってますし FX ドル円も含めてはこの頃楽天 FX を使ってますそれぞれ証券ガードのリンクあります最後今日のまとめとして僕がちょっと触れたいのは今日の日銀の政策の中で僕が最も実は重要なのは 次の日銀のステップだと思ってます。で、次の日銀のステップが一番これから相場に影響が出ると思います。いわゆる今日はすごく折り込みされてたニュース。そんなサプライズではないニュースなんですね。しかし、これからどれだけ利上げをするのかそれと、僕はこの ETF 購入を完全に停止するのはやはり反対です。やるべきことは特に マーケットをこれから支え続けることですね。で、今までの国債購入とか YCC をやめることは確かにそこは良いことです。もう国債を持ちすぎていました。ピークでは日銀は全全て発行された日本国債の55%を保有してたんですね。もうこれもやりすぎでした。むちゃくちゃです。これをやめることは良いこと。で、ETF、特に上場信託の方で日経平均とかトピックスと連動しているもの、これも別に 買わなくても大丈夫です。こういう会社さんたちは、もうすでに株価がすごい上がってます。しかし、やってほしいことでまだやっていないのが、日銀の方で、マザース指数中小企業、日本の企業の99%は中小企業です。こっちの ETF、上場信託を買うべきだと僕は思います。 こっちの方が大切。で、こっちの方を買って中小企業を支えることが日銀がやるべきで、前も言いましたけど、こういう中小企業の ETF を買ってばらまく。全すべて日本国民のニーサ口座を強制的に作って、そこに ETF を届ける日銀から国民に、日銀法律を変更する、これを直接できるために。 はい。結構アグレッシブです。だけど今がチャンスです。日本がデフレから脱却して株価が上がり、やっと経済が元に戻っている時に、日本国民に投資リタラシーを習わさせて、プラス投資を強制的に実行させて、しかも日本国民はこの新しい2さ、口座で、税金がすごい優遇措置が多いのですごく 恩恵を受けますですぐ売れないように60歳まで触っちゃいけないというふうにすればこれは一石三鳥です日本国民の金融リテラシーも上がる中小企業を支えることもできますそれと特に日本の大きな老後問題ということ もう一部解決できると僕は思います、まあ、今日本ですごくいいことはいろいろ起きてますのでどんどんとこの風を押し続けてほしいです特に金融庁の方ではすごく良いこととして、まあ、PBR 改善をするためにいろいろ上場企業に ROE、RO e まあ、つまり利益率を上げましょうというプッシュをどんどんとしてます。で、結果としていろんな日本企業が設備投資をもっと実行したり、株主還元のために配当とか自社株価をもっとしてます。まあ、これもすごく素晴らしいんですね。だけど、やはり日本の企業さんたちは 新たなビジネス、新規事業を作って勇気を持って新しい世界でない付加価値の商品サービスを作るの方がもっと大切だと思います。特にアメリカの経済がなぜ強いのかとか見るとトップ企業が歴史的にいつも変わるんです。今はハイテク企業、ネフィディアとかマイクロソフトとか AI 関連ですね。だけど過去を見ると特に前回のバブル、シスコとか ね、そういう銘柄でその前を見ると GE とか Exon とか変わるんです新しい商品とサービスを生み出してるんです日本もこういうことをしなくちゃいけないと思います人口が減っている中高齢化している中ではやはりすごく大切なのは僕の意見では移民制度を改善することだけではなくこういうふうに新しい商品を押して作って付加価値を作り みんながもうどうしても欲しいっていう世界でどこでも作れないものを作る日本になるもともと昔80年代90年代の日本みたいに日本でしか作れないものをどんどんと作っていくのがすごく大切と思ってますまあ今日はいろいろとお話ししましたけど結果としては今日は結構歴史的な日です利上げを17年ぶりにしました YCC と ETF 購入を終了をした ほとんど折り込み済みです。ドル円に直近、ここの数日間、そんな影響は日銀の発表はないと思う。これから注目なのが木曜日に実はイギリスとアメリカの中央銀行の決定会合です。今回、イギリスもアメリカ、何も政策変更しないです。ただし、イギリスもアメリカも実はヨーロッパも夏には利下げに転じます。なので、利下げにどんどん転じるとアメリカどぐい。 イギリスポンド、ヨーロッパのヨーロの為替はどんどんと利下げと一緒に為替が下がっていく。で、その中で日本円は利上げをどんどん折り込みし始めるので日本円は強くなく円高の世界にこれからの1年間に僕はなっていくと思うので自分のポートフォリオは長期的にどんどんと円を割合を僕は今膨らましています。いつもの通りこのビデオの内容は 投資条件ではありませんので自己責任自己判断で投資を行ってください。それと僕が今日使ってたすべてのほとんどのツールはポストプライムのメンバーシップで使えるガイドの方でたった100円で無料体験できる。ぜひ見てください。それと 明日の夜、特に20日に久しぶりにポストプライムでライブ配信をします。こちらの公式チャンネルでやるので、ガイロンの公式チャンネル5つあります。値上げする前に無料体験すると100円の価格がずっと続くんです。なので、ここもラストチャンス、ガイロンの方で無料体験をしてみてください。もちろん、ここの公式チャンネル以外に僕のポストプライムチャンネルもあり、こちらの方でも YouTube で話してない内容、時々あの、まあ、娘のビデオとかも、まあ、<laughs> 載せてますので、もし興味あれば見てください。I'm very proud of today. 今日は僕は本当に誇りを持って日本人として嬉しいです。日本がデフレを脱却したっていう一番の証拠は中央銀行が実は引き締めをするときです。とてもポジティブな印象。これから外国の新聞とか、どんどんといろいろと記事は出てくると思います。印象は良いと思います。これはすごくいいことです。なので、 これから日本人として我々もプライドを持って投資金リテラシーを上げて日本をこれからみんなで応援していきましょう。Thanks so much guys. Have a great day. Talk to you soon.